構コメントでさ、うん、初めぎこちない感じって言ってたけどライブも慣れましたね。でもなんか第2回の時点で、うんうん、ぎこちなかったのが、うんうんうん、打ち解けてていいっていうか、そうそうそう、あ、早いなって思った。だんだん緩くなってきた、うんうん、皆さんにもぎこちなさは伝わっていたんですね。いやーねー申し訳ないでやっぱ、うん、我々もねこうやってやっぱ3人でね、うん、顔を付き合わせて喋ったのが、うん、あれが初めてだよ ね、 そうね、そうそう、初めてとは思えなかったよ ね、 ね、 そうね、自分で言うのもなんですが、打ち解け方が ね、 ね、 ね、そうそうそう、よし、じゃあ前回の振り返り行こうか。振り返り振り返る。あのさ、そう、前回さ、うん、そのあそう、なりちゃんすごかった、すごかった、あれは本当すごい。ね、だって7種類あって、うん、それで1個当てるんだよ、正解。いや、ほんと見直しましたよね。ほんと見直した。だから見直したって言うと最初が悪い感じするから。いや、だってなんかほら、なりちゃんね、うん、普段からちょっとほら、ほわほわってしてるからさ。そう、そうだね。まさかしっかり者です。まあ、だけどさ。目を合わせてよ。しっかり者だよ。目を合わせないと。そうだね。でも、ねということで、はい。はい、まあ、今回いろいろアイテムもなんかみんな歩いているので、そうなんだ、みんな触発されて愛情が深まったのかなって思って、のんちゃんも醤油のね、はい、ピアスとピアスしたり、あと自分で作ったんでしょ。そうなんです、いろいろ組み合わせて、うん、あとね、あかねちんがプレゼントしてくれた、じゃじゃーん、醤油差しボトル的な、水筒的な、中身なんですか。中身お醤油です。ほらだろ、泡吹いてる、お醤油だよ、後で振ろうよ、ね、よいしょ、ダメだよ、吹いちゃうからね。お金中も前から持ってきてたけど、ね、トマトのベレー帽どこかでかぶれたらいいなって思って。ね、かぶんないの今日は。いいや、いいんだ。じゃあ私今日は観賞用として置いてきます。なんか私だけ大きい荷物がないので、はい、大丈夫、後でボトルを、あ、ね、持ってくる、あっちの方から持ってきます。そうしましょう。はい、ということで、はい、そろそろ始めていきたいと思います。はい、せーの、ジョビローパーティー始まるよ。はい、改めましてマヨシナリー、調味料はマヨネーズが世界で一番好きなマヨネーズ担当、吉成ゆきです。はい、皆様どうも、ピヨスケチャップ担当、今回も頑張ってお二人を突っ込んでいきたいと思います。頑張れ。はい、藤川あかねと申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日の夕飯はカルビの太巻きだったんですけど、はい、お醤油をいっぱいつけて食べました。醤油担当の中野のぞみです。塩分大丈夫。カルビは肉のタレじゃないのかな、そういうタレ、焼肉のタレみたいなのついてなかったの。 あ、でもついてた。あ、さらに今さ、通訳してくれた。そう、それね、ごめん、ツッコミじゃなくて肉のタレっていう。そうね、まあそんなね、くだらない話をしている暇はないんですよ。そうなんですよ。はい、まあ、この番組はですね、調味料の魅力、そして私が考えた調味料のキャラクターの魅力をどんどん伝えていきたいという番組で、はい、今まで今日4回目ですね、はい、4回目この3人でお送りしておりましたが、はい、なんと、なんと今回は、はい、史上初のゲストが、やったー、やったー、この番組に出てくださる、すごい貴重な、はい、貴重なゲスト様が、はい、ではお呼びしたいと思います。野川さくらさんです。やったー、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、野川さん。はい、いらっしゃいませ。嬉しいですね。野川さくらと申します。はい、にゃっほーという挨拶がありました。はい、あ、ぜひこれやんないですよ。やんない、え、やんない、やんないですか。いいな、みんなやってるなってやってないけど大丈夫って心配しちゃった。なんか特に考えたことなくて。考えた方がいいと思う。本当ですか。なんだ、どうしよう。せっかくこんな素敵な番組があるんだもんね。そうです。じゃあなんか考えます。一人だけなくて寂しそうだったから。あの、なんて言ったの、挨拶。あ、おはよしなりという。何それ、何なの。おはよう、おはようか、おはようと、よしなりさんって名字から取ってるんですって。あ、そっか、ようがくっつく感じの、はい、おはよしなり、おはよしなりと、いいの、元気だね。もう10年ぐらい行ってます、うんうん、あ、10年、そうそう、長いんだ、意外と。実は、はい、今日はなんかすごくこうフレッシュな皆さんの中にお邪魔するということで緊張してたんですけど、ちょっと10年なら大丈夫かな。お大先輩でございますので、大先輩なんて本当すみません。なんか、素敵な番組をやってるっていうことで、調味料が今3種類、はい、そうなんです、
キャラクターが誕生してて、はい、ボイスもついてっていう、なんかこれからすごい楽しい展開がありその番組の、なんかこういう企画どうですかって声かけていただけて、そうなんです、実はキャラ決まってないの来ちゃいましたよ。そうなんですよ。そうなんです、すいません皆さん、まあ今日の重大項目でございます。そう、はい、そうなんです、私が来ただけなんです。はい、野川さんにイラスト描いてるんですもんね。はい、あの今お描きいただいてるのは種田裕太先生という先生なんですよ、うん、原案ですね。先生、いや、そんな何がいいですか。あの、何がいいかを、うん、今日話し合って、みんなで絶対に決めていきたいと思います。そんな風に終わりましょう。はい、ぜひご希望も聞きながら、はい、何がいいかな。で、せっかくなのでね、うん、あの実は別の方であの、はい、たくさん調味料用意してますので、はい、そこでお話しできればと思いますので、よろしくお願いします。はい、なので移動しましょう。はい、うん、はい、移動してまいりました。はい、というわけで野川さん、はい、ものすごくいっぱい調味料が、そうなんです、さすがですね、あるんですけれども、さすが調味料パーティーですね。パーティーをパーティーですね。今回はちょっといつもの3倍ぐらい、3、4倍ぐらい、すごい、どんどん増えてる。そうなんです、今日ちょっとすごいんです。好きな調味料って何ですか。難しそう。そうなんですよ。この番組に来るにあたって、うん、そう、私もいろいろ考えたんですけど、はい、まあ、でも、私は中華料理作るのが好きなので、これのオイスターソースだったり、はい、コチジャンとか大葉ジャン、甜麺ジャンとか、本格的です。でもすごい、ちょっと味が美味しくなるよね。そうそう、一味足すと変わりますよね。私ね、うん、はい、めっちゃすっごい頭しか映ってないですかね。なんか、はい、愛知出身なんですよ。います、愛知の方。よかったよかった、はい、これこれ、味噌味噌、あー、そうですね、すごい好きで、はい、ちょうどほんとこれがあってね、つけて味噌、かけて味噌、まあ、これはもう本当にただの普通の味噌じゃなくて、そのまんまあのカツにつけたりとか、うんうんうん、おでんとかにつけたりとか、味噌カツとかありますよね。味噌カツとかあるでしょ、ね、すっごい好きで、あのもうずっと東京生活が長いと、やっぱりこうとんかつ屋さんに行ってもこう味噌カツを選んじゃうしちゃったしちゃったりしちゃった。最近も故郷の味を、そうそう、そう、でもなんかこういうのが売ってるから、お家でおでんとか作った時も使えるよね。味噌が好きですね、私。味噌出身地に合わせて、しかも好きで、キャラクターに慣れて、うん、あれですか先生。結構私は素敵だなって思いましたが、ちょっと字が、はい、字がすごくない、味噌って。どうですか、読み上げたりすればいいのか。でもお醤油ちゃいますよ。そうです、あ、はい、あの差し支えそう、はい、入ってますか、はい、大事なアイテムが。ありがとうございます。マヨネーズが落下した。興奮のあまり、大変大変、味噌って思ったりする。味噌がすごい好きで、そう、本当にあのラーメンも好きで、うん、味噌ラーメン食べるし、あと味噌煮込みうどんも好きだし、あと、まあ、さっきも言ったけど、おでんだったり味噌カツとかもそうだし、五平餅って知ってますか。あ、知ってます。あ、食べる、食べます、食べます。できる、ある東京、うん、はい、ある、あります、お家みたいに、ね、お祭りとかで売ってます。とってもお団子みたいなののぺったんこの、そうそう、ちょっと平べったいやつですね、はい、はい、食べたくなってきた、本当、はい、あれもすごい好きだし、あとは中華好きってさっき言ったけど、ホイコーローとかも味噌入れたりとかね、お味噌入れたりとか、そうそう、この結構味噌ベースのお料理も多いし、これも味噌って言ったら味噌なんですかね。愛知の方って味噌って何味噌なんですか。赤味噌かな、なんか赤だしとか、そうだから私もう絶対味噌がいいって言おうと思ったんです。もう悩むことなく味噌ですか。味噌がいいかなと思ったけど、さしすせそってでしょ、お料理の、はいはい、そうでしょ、味噌って、はい、うん、すごい大事なポジションだから、めっちゃ大事です、申し訳なくて、いやだからこそです。だってさしすせそまだ醤油しかいないですから。違うんだよね。違うんです。ケチャップとマヨネーズ、でもなんか絵描いたりするのに使えるんだよね。いいよね、味噌は描きやすいですね。描きやすい、あ、これだったら描けるかな、描けるかな、色も濃くて、あのすごくありがたい、結構難問ですけどね。もういいし、うん、あともう一個はお菓子が好きで、はい、砂糖もいいなって思って、はい、なんかイメージ的に甘いイメージ、私初め野川さんがいらっしゃるって来た時に、うん、
砂糖かな、ね、ずっと思ってたんですよ、ね、どっちがいいかな、砂糖か味噌がいいな、じゃあ あでもやっぱり、うん、味噌はちょっと甘みがありますからね、確かにいろんな味噌があるんで、野川さんの魅力がいろんな味の悩んで出していただける、なんかね、私も、はい、LINE のキャラクターも出させていただいたんですよ、はい、ありがとうございます、 LINE スタンプが出てて、はい、でそれがもう原作のね、そうですね、書かれたやつのまんまのね、それがちょっとプロの方の手が加わって、多分この番組ではメインのキャラクターで皆さんが見てると思うんですけど、可愛い、上手だね、ありがとうございます、今日夜なんか楽しくなれそうね、今が美味しいかもね、今楽しくなる、ね、ライスタンプにいて、はい、実は8キャラそうおりまして、味噌いる？味噌がいないんですよ、だからどうしていただこうかしら、いやもうなんか、あ、砂糖いる？あの砂糖がいて、で、ナワさん砂糖良さそうだなって思いながら、ただ砂糖がですね、あの子、三つ編みをしている女の子なんですけど、うんうん、男の子なんです、男の子し、男の娘という、ちょっとおとなしい感じのキャラクターに見えた、そうなんです、おとなしそうに見せて、実は男の子というなんかちょっと難しい設定がありまして、じゃあ男性声優さんにやっていただかないと ね、 そこね、あ、どっちなんですかね、それは決めれるんじゃないですか、確かに原作者の人じゃん、だからそう、その男の子ってどうなんだよっていう気持ちもあったので、うん、どうですかね、砂糖か新たに味噌 か、そう、どっちがいいのを昨日からずっと考えてた、ありがとうございます、でもみんなは自分たちの好きな調味料の役なんだよね、あ、そうでも、あ、違う、私だけ、そう一番、一番聞いちゃいけなかったね、でも好き、どんどん好きにはなって、好きになるためになんか着てる感じですね、可愛いよね、そのシャツ、ありがとうございます、味噌だとちょっとでも、私味噌って言うの、味噌、味噌なるかもしれない、味噌でもひらがなとか、あ、可愛い、アルファベットなら可愛いか、味噌ですね、すごい味噌にこだわってる、どうしよう、じゃあもうこれは味噌なんじゃないでしょうか、ちょっと待って、この流れで決めちゃっていいのかな、はい、これ全然全然、原作者が私は味噌をやってほしいです、はい、また、はい、新たなキャラを、はい、考えて書かなきゃいけないよ、もちろんもちろん、あの私が書いて種田先生に、うん、さらに可愛いのを書いていただいて、味噌だ、味噌にします、みたいな、愛知愛をね、愛知出身で、その愛知のものをこうやったりっていうのがあまりなかったの、そうなんで、そう、はい、すごい嬉しい、じゃあもう思いっきり、ね、ね、味噌を、味噌を押していきましょう、いきましょう、味噌作にゃになっちゃう、じゃあ味噌作にゃになるということで、では野川さくらさんは味噌に決定です、決定です、ありがとうございます、そしてさらにですね、野川さんには、はい、この後のコーナーにもお付き合いいただきたいと思いますので、はい、楽しみです、はい、味噌がもしかしたら活躍するかも、続いてのコーナーに行きたいと思います、